プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。ポポポを探してね。皆さんごきげんよう。今回は2回目の髪の毛染めに行きます。前回はブリーチなしでピンクベージュやってもらったんだけど、前回染めてもらってから何ヶ月だ、3ヶ月半ぐらい経ってるかな。そのピンクベージュにしてもらった後の3ヶ月半の落ち具合がこんな感じの色です。ちょっと茶髪って感じだね。で、今回もピンクベージュに染めてもらうんだけど、ブリーチ1回してもらいます。だからもっと前回よりも明るく発色すると思います。で、ね、ツイッターの方で髪色の投票をしたんだけど、なんか4種類あったじゃん。そのうちで結果が出てピンクベージュになったので、ツイッターの投票のコメントの方でピーチピンクってみんな言ってくれてたんだけど、私も最初はピーチピンクがいいかなと思ったけど、やっぱり投票したから投票に沿って髪の色を染めていきたいと思います。初めてのブリーチするからちょっと楽しみなんだよね。やっぱ明るい色を今のうちに楽しんでおきたいからやってみたいなってずっと思ってたんだよね。しかも一回さピンク入れてるから余計入りやすいと思う。それでは美容院へレッツゴー。実はさ今予約の時間ギリギリなんだよね。あと10分ぐらいで行かないと間に合わない。行ってきまーす。みんなただいま。こわ。果たして姫ちゃんどんな感じになっているんでしょうか。かまず頭ひょっこり見えるから見えてる動画。ちょっと目一緒見せて、せーの、ペッてこっち、よしよしよし。どう、見えてた？多分。3、2、1、0。はい、おかえり。まあ、めっちゃ可愛いんだけど、やばいんだけど。おお、変わったね。ちょっとこうやってやってみて、できる？そう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 。あ、そう、なんか量めっちゃすかしてもらったの。私髪の毛の量が異常に多すぎてやばいから。すかしてもらったじゃないの。そう、うん、まあなんか使いそうでした。マジ異常に量多すぎて毎朝髪の毛乾かすと大変すぎてやばかったから、すかしてくださいって言って、で、髪の毛の長さは5センチぐらい切ってもらったの。めっちゃ切ってもらったくない？本当だ。夏だから暑いから切ってもらいました。冬は伸ばしてます。あ、そっか。もうちょっと切ってもよかったんじゃない？5センチだよ。めっちゃ切ったくない？あ、そうなの？うん。え、だってさ、これにプラス5センチって考えてみて。あんまり変わらない気がする。5センチこれぐらいでしょ？だいぶ違くない？全然違うじゃん。20センチぐらいいったらさすがにさ、あ、違うなってわかるけど。20センチはもうさ、ボムになっちゃうじゃん。ボムは嫌だ、私絶対嫌だ。あの、なんでかっていうと顔が丸顔だから、ボムやると顔の丸顔が強調されちゃうから絶対無理。あ、そっか。だからえ、ブリーチはしたの？ブリーチしてもらった1回。金髪になった？なった？え、その写真撮った？撮ってもらった。すっげえ。ちょっと待って、いくよ。スーパーサイヤ人。すっげえ。スーパーサイヤ人じゃん。もう二度とこの写真撮れないよって言われた。初めてのブリーチのもう純粋なマッキンキーみたいな。激レアです。ちなみにね、姫ちゃん今顔隠していたのはポケモンのあのカードケースです。あ、オー君呼ぼっか。オー君見てないよね。オー君、あ、来た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 。本当だ、ポケモンカードめっちゃ入ってる。ほら、姫ちゃん見て、どう？違うでしょ。かわいいでしょ。姫さん、ポケモンなんでそんなちょっと恥ずかしがってんの？いや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 、皆さん、こんにちは。おけつさん、おけつと申します。おけつ、おけつ。やっぱ私、めちゃくちゃ色入りやすいって。ブリーチもその色になったじゃん。うん、1回でこれになった。うん、あ、すごいね。1回よりやばくない？ね、めちゃくちゃ色入りやすいって。私の髪質。あ、そうなんだ。やっぱ髪の毛柔らかいとめっちゃ入るんだって。そうだよね、しかも細かったりすると。やったー、明るい色したかったから嬉しい。あの、これでさ、髪の毛剛毛な人だったら2回ぐらいブリーチしないと色入らないとか言われなかった？太くて硬い髪質の人は全然入らない。なんか私の友達、ね、ブリーチ2回してやった、明るい色入れたって言ってたの。ああ、そうなの、大変だね。これ見てよ、これ、何が分かんないの？さっき言ってじゃん、あのポケモンの言ってたんだよ。ポケモンカード収納ブック、なんだっけ、
カードホルダー入れたんだよね、うん、ポケモンね。これはリア度が低いキャラクターたち。そう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 、めっちゃあるじゃん。あ、そこにさ、ポケモンカード入ってない引き出し。はい、じゃあ1枚ずつ開けて、レア度低いのはそこに入れましょう。じゃあ、どのシリーズを開けますか、見せてください。551、肉まんか。151、食べたい。あ、食べたいね。あやば、出たわ、これ。うわわぁ、すごいの見せて。はい、せーの。はい、ライチュウ。おぉ、それはレア。レアレアか。私はピーカピーカー。 AR アートレア。バリアード、はい、R。 待って、すげー。シュウ、その髪の色いいね。めっちゃ似合ってるくない。うん、誰が何と言おうと似合ってます。コメントで何と言われようと、私はこの色が好きなので、これが似合ってます。自己満です。いいね。頑固親父みたいになってるじゃん。自分を貫き通す女、姫ちゃん。え、じゃあ、姫ちゃんさ、あの髪の毛ブリーチするときさ、ちょっとドキドキした？なんかブリーチするときって、頭皮が染みる人と染みない人がいるの。うん、めちゃくちゃ痛くなる人と痛くない人。うん、で、私めちゃくちゃ痛くならない人だったの。めちゃくちゃね、うん、普通の人よりも全然痛み感じなかったの。ゼロなんだって。普通ちょっとぐらいピリピリするはず。姫ちゃんがあの鈍感なだけじゃねえのか。そう、私そうやって言ったの、ニュースの人に。私多分昔から痛みに鈍感だからかもしんないです。うん、いや、そんなことないよって言った。うん、すごいねって。なかなかないよみたいなこと言ってた。いや、それあの神経があんまり通ってないって。もともと元からだから。だから辛いもの、酸っぱいもの大好きってこと？そうなんじゃない。もともとあんまり辛いと感じないの。全然。痛いんだけど、パパちょっと辛いものでも。痛いのはまあ感じる時もあるけど、もそれが別に気にならないみたいな。へえ。全部光ってるこれ。すごい、可愛すぎてやばい。よかったね。結構時間かかった？4時間か。すごい、大変だ。え、美容師さんも大変だね。うん、おーくん、コレクションが増えました。ひめちゃん、後ろも見せて。あ、いいじゃん。なんかまだ染めたてだから、うん、ちょっと暗めじゃん。思ってたより暗めだったでしょ。うん、いや、そうでもないよ。結構明るいぞ。うん、茶色と赤みたいな感じかな。ピンク色？ピンク色にちょっと茶色入った感じ。うん、ピンクとベージュね。ね。なんか私さ、コメント欄でも言われたんだけどさ、うん、なんか茶髪似合ってるとかさ、うん、似合ってるっていう言葉はすごいめちゃくちゃ嬉しいんだけど、全然茶髪じゃなくて、本当はピンクベージュなの。多分カメラの光でこれ。違う違う、もうひめちゃん茶髪になってたよ。あれは誰がどう見ても茶髪だったな。染めたて？うん、あ、違う、前。うん、今から5時間前。ああ、ね、茶髪だったよね。色落ちが茶髪になる。そうそうそう。だけど私ブリーチ入れてるから、うん、色落ちベージュになるの。絶対可愛いよ。楽しみ。今度色落ちベージュになるの。うん。ひめちゃん、今度ネズミ色とかさ、真っ白にしてみたら。絶対似合うな。真っ白。私そういうの絶対似合うと思う。私ね、暖色が似合うと思うんですよ。ああ、そうか。オレンジとピンク、赤は絶対似合うと思ってる自分で。うん、黄色は？あ、金髪か。うん、すごいムラなくね、ちゃんと色塗ってくれてます。本当だね、伸びたところもわかんないね。超綺麗。かわいい。おーくん、どう？なんか一気に大学生って感じする。いい、ね、おーくんも色変えるか。やだ、黒髪がいい。うん、そっか、また変わるんだよ。だって私もさ、うん、おーくんぐらいの小学生の時さ、絶対染めないって言ってたじゃん、動画で。あ、言ってたかもね。言ってたかもね。今は絶対染めたいだからね。あ、ブリーチしたし。2回目だし、髪染めるの。そうだね、言ってたかも。昔パパが髪の色変えたらどうだろう。やだ、セクシー。茶髪。
茶髪おじさんは嫌だ。普通に引くわ。黒がいいわ。なんかパパがさ、そういう色なんか嫌だ、想像したくない。あー、いやパパね、変えないと思う、めんどくさいし、はずい。パパ黒の方が良くない？みんな思うよね。こうやってさ、私鏡越しでしかさ美容室で見てなかったから、自分の髪の毛、うん、こうやって肉眼でめっちゃ近くで見たらめっちゃ可愛いの。あー、長いからそうやって見えるのか。うん、超可愛い。恥ずかしくないの？え、みんなさ、あれはぁ染めてんの？今時何をおっしゃる。みんな染めてる？うん、染めてる子めっちゃいるよ。大学生みんな染めてるくない？大体、うんうん、そうそうなの。うん、しかも美術系の大学だからなんか結構おしゃれな人多いんだって。なんかさ、絵が上手い人ってさ、なんか自分の身だしなみもさ、おしゃれにしてなんかこだわりがある人が多いから、おしゃれな人多いんだよね。うん、あ、そうだよね。あの美術大学だったらそうだな。うん。うん。コウ君は将来何色にするのでしょうか。美術ってかクリエイター系の大学だっけよね。うん、そうだな。黒がいい。このままでいい。いや、変わるよ。昔のなんか姫ちゃんみたいなこと言ってるよ。ね、変わるよ。姫ちゃん言ってやって。姫ちゃん言ってやって。今のうちだけ変わるよって。今絶対オー君黒がいいと思ってんじゃん。ひめちゃんもそうだったんで、さっき言ったじゃん。友達みんな染め出したら俺も染めたいってなるから、絶対。のさっき言ってた、なんか髪の毛がなんか、なんだっけ、痛くなるだっけ、ブリーチ塗るとき、ね、あ、怖い。ああ、とブリーチした、怖い。私今日ブリーチでダブルカラーでやったんだけど、うん、ダブルカラーってブリーチの後に色を入れることね。うん、で、その色を入れるときめちゃくちゃ染めるらしいの、うん、ブリーチしてから色を入れると、うん、時は私はめちゃくちゃ平気だった。やっぱりひめちゃんもうちょっとやばくない？鈍感だね。なんかもう私多分今さ、腕ちぎれてもわかんないじゃない。それはね、ダメだよ。今すごいこと言ったね。今あの、オークに言おうとしたのが、オーク今ひめちゃんのこと叩いてもわかんないんじゃないとか言おうとしたのに。私の方がやばいこと言ってた、うん、怖っ。タイプパス女。あ、同じこと言った。ハゲしないとさ、なんかハゲるらしい。え、将来。何？だから若いうちに楽しんでおくんだって。違う。エジェのように。多分ね、オウ君あれだよ。若いうちが髪の毛の頭皮のケアとかして、あとさ、ダメージがない生活を送ったとしても、多分ハゲるよ。うん。すぐハゲちゃう。どっちにしろ遺伝でハゲるから。うん。うん、多分あの髪の毛にいいものとかさ、マッサージとかしてても多分ハゲる。意味ないよ。うん。多少意味はあるのかもしれないけど、90% 以上入れんだから。もうやったじゃあ、ひめちゃんもハゲだから、あれじゃない、ハゲだ。ちょっと待って、ハゲ。ひめちゃんはハゲないけど、オー君大人になった時さ、パパおじいちゃんになるじゃん、うん、ね、そしてハゲてんじゃん、うん、で、オー君もさ、おじさんになってハゲたらさ、二人並んだら面白くない？ダブルハゲやろうぜ。ダブルハゲ親子。え、なんでひめちゃんハゲないの？女だから。女性ってあまりハゲないよ。ハゲにくいよね。うん、かなり。オウ君はやばいです。うまい。エジエ頑張って。え、ひめちゃんもあの、マジで髪の毛染めるとここの真ん中の部分が色でやられて、なんか髪の毛が抜けるらしいよ。へえ。なんか今のうちだけって言ってんじゃん、もう20代の。そう20代のうちはもう全部、多分もうひめちゃん今のうちだけだよ。髪染めときた、ね、うん、やってないとさ、あ、まだ20歳じゃないけどね。やりたくなっちゃうしさ、いいじゃん。さあ、王くんは何歳になると茶色にしたい？もう高校生ぐらいになるとさ、茶髪にしたいなとか出てくるんじゃない？色変えたいな。髪染めちゃダメだと思うよ、ね、中学校。校則によるくない？でも、うん、だいたいダメだよ。うん、大学からだよ。その頃にはオウ君、髪の毛の色変えるのでしょうか？変えません。絶対に変えません。じゃあね、ひめちゃん、また色変えて、変えました。また、ね、生活楽しんでください。学校生活、学校楽しいよ。みんな大変って言ってたじゃん。めちゃくちゃ大変。毎日朝早く起きて、お風呂入って、化粧して、授業を受けて、で、ヘトヘトになって帰ってくるの大変だけど、授業の内容楽しいし、作品作るのも楽しいから、すごく人生楽しくなってきた。友達もいっぱいできた。嬉しいな。うん、よかったですね。はい、ということでね、今回はひめちゃんが髪の毛色変えたよっていうことで動画を撮りました。撮りました。え、大学行ってからさ、友達の反応気になる。けど、あの、大学の友達に見られるより視聴者の皆さんに見てもらう
数の方が多いと思うんだけど、じゃあ皆さんコメント書いてください。お願いします、ね、感想書いてください。よろしくお願いしますとのことです。ちなみに似合ってないですっていうコメント来ても、私は自分で似合ってると思ってるのに何とも思いません。よろしくお願いします。待ってね、バイバイ。これからの人生楽しみ、人生が豊かになってきた。髪の毛だけで。今回のパパ子はここにいたわよ。みんな分かったかしら。